西博之が11月8日放送のマツコ&有吉かりそめ天国テレビ朝日系で爆笑問題太田光の父について秘話を明かした。有吉は信円のロゴは太田さんのお父さんがやってるんでしょ。その話にマツコデラックスは あの緑色の字とびっくり。太田はその話を2010年3月7月放送の爆笑問題の日曜サンデー TBS ラジオで明かしていた。うちの親父は建築家で信円の店舗の設計をやってたんです。その時に信円の字を書いたんです。でも信円の社長と喧嘩しているのであまりそのことは放送では言えない。太田は父の存在芸人になるきっかけだったとオーコンニュースに語っている。親父は落語家を目指していた時期もあったせいか集まりとかで必ず中心にいてみんな終わって笑わせる人だった。そういう親父の姿を隅っこから見るああいう風になりたいなと感じていたんですと回想。自分がお笑いをやるようになった根底にはそういう父親への憧れがあったんだと思いますねと語った。様々な才能を持つ受け継いだ太田、彼も落語や映画、読書のほか